来年の話をしたくてですね。憶測と、はい、予想と、はい、妄想の話です。はい、俺がちょっと思ってんのは、服部くんが出るんであれば、もみじちゃんも出るのかなみたいな。ああ。うん。で、もみーちゃん出すならもう、俺がちょっとずっと出してほしいのは、もみーちゃんって京都先進高校っていう高校なんだけど、はい、そこに沖田っていう剣道の強いやつがいるの、はいはい。で、そいつも出してほしいのよ。なるほど、なるほど、うん。俺ちょっと思うのは、長岡千佳さんにやってもらいたいな。あ、女性だね。うん。だからもうそういうところも全部こう、女性の感性を。はい。取り入れてほしいな。もし和葉ちゃんと服部くんが出るんであれば、で多分脚本家さんは桜井さんじゃないと思う。俺の予想では大倉さんだね。はあ、はあ、うん。大倉さんがこうかなりバラエティーに富んだ内容でやってくるんじゃないかなっていう。最後まで見てくれたあなた、動画をスライド。